ポンタムッソンは、フランスのグランテスト地域圏、ムルトイコールエイコールモゼル圏のコミューン。ロレーヌの心臓部に位置する、ポンタムッソンは、標高382メートルのムッソン山のふもと、ナンシーとメスの中間地点に位置する。かつては、バル公爵の本拠地だった。古代、モーゼル川を渡る主要貿易道は、現在よりさらに南、デュールアールの位置にあった。 この地にあった橋の前身は、跡形もなく消えてしまっている。10世紀初頭、この地は、ムッソン領主であるバルシャクが所有していた。ャクは、ムッソン山のふもとでモーゼル川に架かる橋を建設し、川沿いのこの交差地点は、トゥール市橋梁、ロレーヌの首都タル、ナンシー、メス市橋梁からの数少ない街道であった。1230年代より、 村は発展した。地名は、橋の名を取りポンタムッソンとなった。ポンタムッソンを創設したのは、正式には、バルハクティボー2世で、1261年の暴門、法によってである。町は、その後新生ローマ帝国領となった。市議会議長を頭とし、7人の売信員、18人の司法観察官からなっていた。町は4つの教区に分かれていた。 1353年、神聖ローマ皇帝カール4世は、バルハク・ロベール1世に皇爵を受釈し、帝国議会に議席を持つ、帝国諸皇とした。ポンタムッソンは、歴代のバル皇爵たちから、様々な特権を与えられた。ロレーヌ皇国がポンタムッソンを併合してから、ポン皇爵の称号は、ロレーヌ皇の皇位継承予定者が持つこととなった。1572年、 数奇教シャルル・ド・ロレーヌは、イエズス会の申し立ての通り大学を設置した。プロテスタントのドイツを眼前に据え、それでも、フランスの懐にありながら揺れ動く、神聖ローマ帝国の中にあり、ムッソン周辺とロレーヌ公国は、ユグノー戦争と対抗宗教改革で地位を固めた。17世紀、ポンタムッソン大学は、学生数2000人を抱える規模に成長していた。 大学には哲学、美術、法律、薬学の4学部があった。学生たちは西洋や中央から学問の仕上げのためやってきていた。1768年、ロレーヌ公国とバルコー釈量はフランスへ併合された。ルイ15世はポンタムッソン大学をナンシーへ移した。しかしポンタムッソンはエピナルと競争しながら芸術分野で輝き続けた。 ミネンド工場は都市の文化発展に貢献していた。第一次世界大戦中のポンタムッソンは恐ろしく悲劇的な戦争の舞台となった。また、パットン将軍率いるアメリカ陸軍第三師団に解放されるまでの激しい戦闘でポンタムッソンはひどく損傷した。ポンタムッソンの鉄鋼工場は1856年に完成し、二つの航路を持っていた。 他の二つの炉は1日あたり5トンから6トンと、生産率が低かった。1869年、先鉄を24000トン、鋳物を7000トン生産した。1894年には5つの航路が設置され、第一次世界大戦前夜まで稼働した。工場は、第二次世界大戦の前後で5つの航路を持っている。1964年には、 もはや四つの溶鉱路しかなかった。現在は三つの航路が生産を行っている。地名を関する企業は、バンデル・シデロールの建設を呼び、関連部門を独占していたが、1971年から3、35番と合併し、トラストを形成した。1966年からス月ズキニユーは、ポンタムスンの20%を保有する、主要株主であった。 デュロック広場のパノラマハットポピュレーションズリベールズ2008デラコンミューン、ポーがモンスーンシュールルサイトデルインセーハットピエール、ロラマンド、ポーンアモンスーン、英雄クールデルウーズ、ラメモアールデューヌビル。1994P11 cf, ムーゼーユフィルジュパピアハット JP ピガッセ、ポーンア、モンスーンバフュージョンナーアベックセイントゴバイン、オントレプリーズ、26ジュエ1969ピアニッシモ17から18ありがとうございます